ペルシャ湾と航海のポルトガル勢力。ライトグリーン拠点と主要都市。ダークグリーン同盟、または影響権。黄色主要な交易所。1559年のバーレーン包囲戦は、ラフサエアレトの大使ムスタファパシャが指揮するオスマン帝国軍がバーレーン島とその有名な真珠貿易の支配権をポルトガル帝国から奪おうとして起きた。 ポルトガルはホルムズから援軍を派遣してオスマン帝国を破り包囲を失敗させた。スレーマン一世が1534年にイラクを征服した際にバーレーンの支配者はあたしをスルタンのもとへ派遣してオスマン帝国の総主権を認め対ポルトガル戦での協力を約していた。スレーマンは島への不干渉と友好を現地の大使に命じていた。年に オスマン帝国が港湾とシュバスラを占領したことでペルシア湾にアクセスできるようになりポルトガルとも接触した。1552年にはペルシア湾西岸を管轄するラフサ、エレヤトが設立された。1559年にラフサの大使であるムスタファ・パシャはバーレーンを手に入れようと計画した。彼はそれが最悪の場合は死をもって償わねばならない。 類の命令違反であることを知っていた。同時に、バーレーンの支配者の帝国への服従が実際には、せいぜい中立化、下手をすれば、ポルトガルと通じていると疑っていた。そして、バーレーンという、豊かで、優れた公安とその名高い真珠産業を手に入れれば、帝国に大きく資するとともに、ポルトガルの影響を削ぐことが恩赦及び恩賞に値すると見ていた。 そして2隻のガレー船と70隻の輸送船を集め、騎兵200人を中核とする兵力を、ラフサエレアトの各地から集めると、カティフからバーレーンまで船で運んだ。オスマン軍は7月にバーレーンに上陸し、すぐに大砲でバーレーンのポルトガル要塞を攻撃した。バーレーン大主ムラドシャーは400人のペルシャ傭兵を指揮して攻撃に対処するとともに、 高速船をホルムズに派遣して、救援を求めた。救援要請を受けて、ホルムズを支配するポルトガルの総督、アントニオ・デ・ノローニャは、老いのジョアン・デ・ノローニャが指揮する10隻の軽賀冷戦、フスタを援軍として、バーレンに派遣した。さらにマスカットから、アルバロ・ダ・シルベーラも呼び寄せ、さらなる増援としてキャラベル・レドンダと、数隻の軽賀冷戦を彼の指揮下に送り出した。しかし、 ジョアンは若く経験不足だったため、バーレーン到着後に彼の小艦隊は蹴散らされた。ジョアンよりもアルバロ・ダシルベーラは成功した。カティーフへの航路を取り、東からではなく、西からバーレーンに近づくことができた。アサモヤを利用してアルバロ・ダシルベーラはオスマン帝国の艦隊を奇襲して破壊、捕獲した。オスマンの艦隊司令は戦死した。こうして島に、 オスマン軍を封じ込めることに成功した。ムスタファ・パシャは引き続き要塞の包囲を続ける一方で、バーレーンの大使ムラードと交渉して、大量の金と引き換えに包囲を解いて、オスマン税は、バーレーンの船でラフサに送還するという条件を申し出たが、拒否された。バーレーンには海底に真水の湧水があり、真珠鳥たちの技術を用いればそれは水源として利用可能だったため、 牢状にも耐えられた。オスマン軍は要塞の包囲を解き、ポルトガル戦の大砲の射程外へとなる内陸部の拠点へと撤退しようとした。ポルトガル軍は早期決着を望んでおり、それは大衆ムラードも同様だった。ポルトガル兵200とペルシア傭兵300が追撃戦を仕掛けようとした。だが、オスマン軍は撤退をカバーするために騎兵200を伏せていた。 激しい戦いの末に、ポルトガル兵70人が戦死し、30人が捕虜になり、残りは要塞に戻った。ポルトガル軍を指揮していた、アルバロダ・シルベーラも戦死した。ムスタファ・パシャは今度は、捕虜の返還を条件とする軍の総監を申し出たが、大衆・ムラードはより厳しい条件を課したために交渉は、決裂した。指揮官を失ったポルトガル艦隊も、 周辺海域の封鎖を続けていた。一方、バスラからの報告がインスタンブールの王宮に届いたことで、帝国政府は激怒した。帝国政府の指示なしに独断で攻撃を行ったムスタファ・パシャの解任が決定され、大使ムラードに対しては攻撃が現地の独断だったことを知らせ、改めてバーレンの支配者であることを認めた上で、オスマ軍の総還を求めることになった。 最終的には、薬病が両軍を襲い、双方に大きな損失をもたらした。撤退の条件交渉が行われた。11月6日、アントニオデノローニャは、オスマン軍が武装解除した上で1万2000クルサード、または100万アクチェ銀貨を支払うことで、カティーフへの引き上げを認めた。解任された、ムスタファ・パシャの公認、カティーフの三弱米だった。 メフメドベイは身の白金を支払い、オスマン軍はポルトガル船5隻でカティーフへと送還された。ムスタファパシャは交渉打結前にバーレーンで死去した。死因に関する記録は残されていないが、仮に帰還できていてもそれは処刑までのわずかな予定を得ただけだっただろう。1559年のバーレーンの包囲は、ペルシア案におけるポルトガルの派遣へのオスマン帝国の最後の挑戦と、 なった。カティーフに帰還したオスマン兵たちが目にしたのは彼らが不在の間に砂漠の遊牧民たちによって襲撃された周辺地域の惨状だった。不夫婦の城塞のみが持ちこたえていたが、その他のハサー地方の診療度は概ね荒らされていた。バーレーンの失敗はハサー地方全体の再征服を必要とする一、大事に発展していた。 新しい軍と大使と兵士を送り込んでそれは達成されたがこの時から帝国のこの地方に対する統治姿勢に変化が訪れた。最終的にはポルトガルの弱体化によってそれが表面化する。ポルトガルは1580年にスペインの支配下に入ったことで次第に湾岸地域から撤退することになった。ポルトガルへのアラブの攻撃は西で行われ。 1578年のアルカセル・キビールの戦いでは、ポルトガル王が戦死するほどの大損害を受けた。年若い王の死から、ポルトガル王国は、継承危機に陥り、スペインとの王朝連合に追い込まれたのである。また、ポルトガルとペルシアの関係も弱まっていき、1581年のミール・アリベイ提督によるマスカット襲撃を皮切りに、スワヒリ海岸で、 ポルトガルの派遣に挑戦することになる。ありがとうございます。